優しくしないで。必死にただやみくもぎ空に手を伸ばして、あんなに大きな塊を打ち上げて、気の遠くなるくらい向こうにある何かを見つめて、遠野くんが他の人と違って見える理由が少しだけ分かった気がした。そして同時に、遠野くんは私を見てなんていないんだということに私ははっきりと気づいた。だからその日、私は遠野くんに何も言えなかった。遠野くんは優しいけれど、とても優しいけれど、でも遠野くんはいつも私のずっと向こう、もっとずっと遠くの何かを見ている。私が遠野くんに望むことはきっと叶わない。それでも私は遠野くんのことをきっと明日も明後日もその先もやっぱりどうしようもなく好きなんだと思う。遠野くんのことだけを思いながら、泣きながら私は眠った。